こんにちは。今回はイベント探索の最終ステージをやっていきます。編成はこんな感じになっています。霊夢は2突、強化、覚醒はなし。マリサも同情。サナエはすべてなし。今回から加わったサクヤさんは1突、強化覚醒はなし。それでは行くぞー。開幕は真ん中の妖精だけスキル、ペカ総動員で速攻で倒します。真ん中はマリサの弱点属性を持っているので残すと負けるからです。そういえばサクヤが新しくいるな。そうなんですよ。今回のイベントで配布されました。まさかガチャ限定キャラをもらえるとは思ってもなかった。配布するにしてもラスワが使えないとか、ステータスを下げたキャラを配布とか思ってたけど、ものすごい大盤振る舞いで驚いた。配布キャラは最初のお膳ガチャから選ばれるって説は本当かもしれないな。業務配布なんてしたら、全部のステージそれ業務でよくね。ってなっちゃう。よくねえしかな。あれは嫌な事件だった。あ、この後は霊を貯める時間なので倍速します。昨夜って3ブーストしないといけないし、あんまり強いと思えないんだが。いい質問ですね。昨夜さんは現状最強行動である回避バフの対策ができること。そして霊力が溜まりやすいため、ブーストも頻繁に使っていける点。速力が高いから削り残しを倒せるなどで強いです。あと全体スペカ持ってるから使い勝手もいい。へえ、そうなんだ。そんなこんなで突破。ここでは両脇に火属性のキャラがいるので、全体スペカでで処理します。そのための霊力ため、あとそのためのスペカ。なぜか強行してるためカットします。全体攻撃持ちが増えたおかげで3ウェーブがかなり楽になった。あの3人のままだったらクリアできんかったな。ガチめに打ち切りになるところだった。この火力は素晴らしい。マスパもなかなかだな。ここを疲弊せずに通れたのはでかいっすね。さて次が問題のボス戦です。余ったスペカを全部出します。運がいいことに星属性が弱点なのでマリサがぶっ刺さります。最初のステージ以外はマリサの通りがいいのが嬉しい。昨夜の HP がやばいじゃないか。ブレイズもないし祈りましょう。動画内で一回使ったスペカはカットしていきます。あーやばい、昨夜が死ぬ。おー待てー、マリサー。いてて、身代わりなら霊夢の役だろうに。さっき間違って使っちゃった。お前、まあ待って、優秀の美を譲るから許してよ。しょうがねえなぁ。念のためにブレイズは使っておきます。スキルもな。残ったスペカは出荷用。よし決めちゃってマリサ。あら、閉まらない感じになったけどクリアー。ご視聴ありがとうございました。一周の基礎ポイントが少なすぎて周回が地獄ですが、頑張りましょう。ちなみにおすすめの周回ステージはオートでできるところです。手動なんて頭壊れるぜ。高評価チャンネル登録お願いします。それで初次の動画でお会いしましょう。